みゃん。FM 流進と DJ の流進です。今日はお便りの読み上げをさせていただきたいなと思います。ちょっと前に来たメールなんですけれどもね、4月の1日か、まあ、だいたい1週間くらい前にね来たメールでございます。まあ、他の一人喋りの話題なんかもありまして、読み上げがちょっとね、遅くなってしまったことをお詫びいたします。読み上げます。 FM 流進堂三田村流進様、はじめまして。はたぼう喋ってますでお話しさせていただいております。デジオネームはたぼうと申します。ずいぶん前にデジオ銀河にご登録いただきましたのにご挨拶が遅くなりまして大変申し訳ありません。 FM 流進堂をはじめ全てというわけではありませんが、デジオ銀河に登録させて、登録されているデジオをいつも楽しく拝聴させていただいております。ありがとうございますね。日頃 iTunes にポッドキャストとして登録したデジを拝聴しておりましたので、拝聴しておりまして、たまにリサーチとしてデジオ銀河にアクセスしていましたので、気がついたのが唐突で、驚いたとともに緊張感から変な汗が出てきました。かっこ笑い。大変身に余る光栄です。ありがとうございます。僕みたいなものでもよかったんでしょうか。何事も三日坊主へ長続きしないところがあるんで、いい加減な更新となるかと思いますが、ともかく時間を見つけたら赤くするように心がけていますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。お体に気をつけて博士論文頑張ってください。ということで、はたぼうさん、ありがとうございました。はたぼうってことは、あれなんですかね、はたさんですかね、この方は。まあデジオナイトですね、田中克樹さんがやっていらっしゃられるデジオナイトを聞いているとですね、確かあれアドビのイベントだったと思うんですけれどもね、あのアフターエフェクトの、ソフトのなんか、解説かなんかをするイベントでね、はたぼうさんが勝木さんに話しかけたみたいなこととともにですね、はたぼう喋ってますっていうデジをやっているっていうお話を、まあ、デジオナイトの方で聞きまして、まあ早速ね検索させていただいたわけなんですけれども、まあなかなかねこの検索に引っかからなくて、ちょっと探すのに時間がかかってしまいましてね、はたぼう喋ってます、これがね英語と日本語混じりのデジオサイトだったんでね、少し、探すのに時間がかかってしまいました。それで、はたぼう喋ってますさんの方もちょっと聞いたんですけれどもね、かなりその昔からレジを聞いていらっしゃられる方のようで、その僕自身そのデジオ黎明期っていうのを知らないんですね。だからその、まあ例えば吉丸慎さんとか田中克樹さんがデジオを始めたばっかりの時代、まあ例えばデジオ女学院なんかもね、よくその初めの方からやっているっていう話は聞くんですけれども、その当時僕はリアルタイムで聞いてたわけじゃないんでね、もうそのサーバー上からもう消えてしまって、過去
をたぐってたぐって、行くようなことはもうできないわけなんですけれどもね。まあそんな中、古い時代からレジオっていうものを聞いていた聞き手としてのその歴が長い人たちがね、今年なんかは僕はレジをやる人が結構増えるんじゃないかっていうことを前々から言ってたわけなんですけれども、その結構ずっと聞いてた側の人の中で、新しくね自分から、話してみよう、始めてみようっていうふうに思う人が増えると思ってるんですね、今も。それでこのハタボーさんなんかは古い時代のことをね知ってるんで、その昔のそのデジオっていうものが始まった時代の話とかもね、してまして大変面白かったです。その他のデジオの番組に対するコメントっていうのもね、実はなかなかするようでしないっていうことがあるんでね、そのハタボーさんのそのデジオの中でね、他のデジオ局に対するコメントとかもありまして、それは大変興味深く、聞きました。それでね、ハタボーさんがそのデジオの中でそのネットっていうのはまずロムが基本だということを言ってられたんで、ロムっていうのはリードオンリーだったかな、リードオンリーモードかな、つまりその読むだけってことですね。直接メッセージを送るわけじゃなくて、眺めるだけっていうのが普通だっていうことを言ってらっしゃられたんで、じゃあ僕もね、ハタボーさんにはメッセージを送らず、それはもう空気読めよってことじゃないですか。だからもう本当に空気を読みまして、かなり静かな心持ちの中でハタボーを喋ってますさんのね、サイトを登録させていただきました。このデジオ銀河が最近ちょっと変わってきたなって思う点が一つあるんですね。それはどういうところかっていうとですね、最初デジオ銀河を作った理由が、そのデジオ宇宙と対抗する、対抗馬、良き対抗馬として作ったわけですね。それで徳ちゃんなんかはね、もう最初作った時はもうすごい僕に言ってきまして、こんなの増えるわけがないみたいなね、増えるわけがないみたいなことを言ってたわけなんですけれども、今は30代後半ですか、もうちょっとで40サイトが登録されるようになりまして、そのデジオ銀河が変わってきたなって思う点はですね、デジオ宇宙がもうほとんどそのあんまり機能してない状態になってしまったんですね。だからそのデジオ宇宙に登録されていた人もデジオ銀河の方に、再登録っていう形で、再登録しているわけですね。例えば勝木さんのデジオナイトもね、もう何回目か分かんないんですけれども、サーバー変えたりしてますし、元気です鉄平さんも同様ですし、その他サーバーを維持している方もですね、いろいろ、メールとか、インスタントメールっていうんですかね、そのウェブを通じてのメッセージ、メッセンジャーなんかをね通じて、デジオ銀河の方にも登録させてほしいみたいな、メールなり連絡なりもいただいてですね、そんな形でデジオ銀河の、登録数が増えてきているわけなんですけれども、だいぶだからそのちょっと最初作った時の意図と変わってきちゃったなって思うのがですね、やっぱりデジオ宇宙っていうのが僕としては自分にとってはその元祖的な存在でずっといてほしいんで、
デジオ銀河っていうのはもうずっとその後発のね、ルーキーっていうんですかね、ルーキー的な存在でいたいんですよ。だからデジオ宇宙っていうのはずっとその管理も行き届いてってほしいなっていうこととか、そのサイトとしてねずっと維持してほしいなっていうのが今持っているところなんですね。だからそのデジオ宇宙に今登録されている方にも、まあ、もう一頑張りしてもらいたいなというのがその僕の願いなんですね。それでちょっと僕はそのウェブのそのシステムとかあのプログラムとか、そういったものが詳しくないんで、かなりそのあのデジオ銀河の運営がですね、すでにウェブ上にあるサービスを利用した形になっておりまして、まあ、かなりシンプルな形になっているわけですね。だからちょっと拡張性が低いっていうのとね、まあ、そのハテナアンテナっていうところを借りてやってるんで、まあ、ちょっとその、 まとまり感っていうのが出にくいっていうのがねちょっと思ってるところなんですけれども、どうしてもそのシステム的な部分に詳しくないんでね、ちょっと自分で構築するのが難しいんですよね。だから本当は登録したいと思ってる人が自分で登録できるようにその自主的に申し込みができるようなシステムにすればいいんですよね。そっちの方がベターかなって思うんですけれども、なかなかそういうふうにするやり方が僕の方がわからないので、まあ、その僕の方から、まあ、かなり勝手ではあるんですけれども独断と偏見で、登録させてもらったりとか、まあ、そのメッセージ、Eメールやねメッセージなんかをいただいて登録させてもらったりしています。今回はアタボーさんからのお便りを読み上げさせていただきました。では失礼いたします。